ずいぶん時間がかかったな。でも、よかった。無事なようで。予期せぬ事態が起こったので。そうか。ありがとう。はい。アークを助けてくれて、ありがとう。あなたがいなければ、とんでもない被害が出たはずだ。ヘレティックを逃したのは残念だが、仕方ない。どういたしまして。じゃあ、話を続けようか。エデンとアークの協定について。その前に、どうしてそのような演技をしているのです？ん？何のことだ？気弱そうな姿で相手を油断させ、狙い通りに運ぼうというつもりですか？それでしたら、私の前ではやめた方がいいでしょうね。私には逆効果です。そうか。いい目をしているな。他の人の目が節穴なのでしょう。まあいい。エデン側の条件を教えてくれ。アークに何を望んでいる？アーク内のチャンネルを一つ譲渡してください。何？放送用チャンネルです。理由を聞かせてもらえるか？エデンの広報活動のためです。エデンに対する警戒心を和らげなければ今後の活動をスムーズに行えないでしょ。突然アークとエデンが協定を結ぶと発表しても多くの人々は困惑するだけです。そもそもエデンが何かさえ知らない人々がほとんどでは。ですからゆっくり教えて差し上げるのです。エデンがどのような場所なのか。主要なチャンネルでなければ一つぐらいは用意できるだろう。それで十分です。ひとまずは。では次回はエデンの金属加工に関する資料をお渡しします。同じガッテシアムでもエデンのものには違いがあるのです。わかった。受け取ろう。そちらの交換条件は何だ？チャンネルをもう一つ。どうかされましたか？エデンを楽園だと宣伝してアークを揺るがすつもりか。マイナーチャンネルで放送されることがそんなに心配ですか？アークの基盤は思った以上に弱いようですね。金属加工に関する資料を見てから考えさせてもらおう。いいでしょう。では、失礼。どこへ行くんだ？どうせ決めるには時間が必要になるでしょう。あなた一人で決められることではないでしょうから。
わかった。アークに滞在できる場所を用意しよう。その代わり24時間監視がつくことは承知してくれ。え、構いません。パピヨンはいつ解放する気だ？解放ですか？まるで私たちが人質にとっているような言い方ですね。実際そうだろう。君が望んでいたアーク首脳部とのコネクションはできた。パピヨンはもう用済みじゃないか。まさか。彼女は有能です。今後も活躍の場は多いでしょう。気になるのでしたら直接会われますか？いや、いい。わかりました。許すなんてできるわけないわ。